厄介なウイルスのせいで重苦しい日々が続いていますが、皆さんお元気でしょうか。石橋亮です。おかげさまで私はなんとか元気にしています。ですが俳優業、音楽の方も今停滞しています。最後に参加した映画がクランクアップしたのが2月の下旬でしたが、その現場に向かう際に今まで初めてですが、体温チェックというのがありました。検温をしてから現場に入ってくださいということで、撮影をやったのがその2月の下旬でした。音楽の方も、6月に予定してました、毎年福岡でやりますイベント風音が今年は中止となってしまいました。もうゲストミュージシャンも決まってたんですけども、残念ながらなんとか来年に再開できればと今各スタッフと検討中です。そして9月に同じく福岡の中洲ジャズフェスに参加する予定でしたが、こちらの方も中止となってしまいました。以前ギターの藤井和彦、そしてピアノの伊藤美希夫と3人でステージに立った中洲ジャズですが、今年はジャジーソウルで参加予定だったんですが、まあ残念ながらね、中止ということで、こちらの方も来年なんとか実現できるように願っています。まあですが暗い話ばかりではなくてですね、去年参加したサブ監督の映画ダンシングマリーが、ポルトガルのポルト映画祭で審査員特別賞という賞を受賞しました。暗いニュースが続く中でね、久々の朗報というか吉報でした。去年は監督とそれから主演の J ソウルブラザーズの直人君と共に、スペインのシッチェス映画祭に参加したんですが、今年のポルト映画祭もなんとかスケジュールが合えば単身参加しようと思ってたんですけどもね、なかなかスケジュールが合わず、今回は参加できなかったんですけども、今思うともし、ポルトガルに行ってたらその道中でねこのウイルスに接触してたかもしれません。いろいろと停滞している中でね、まあ、自分としては相変わらず朝20分ほど座禅を組んで公園でトレーニングをやって、そして、昔好きだったバンドアーティストの CD を今また改めて、聞く時間が増えて、まあ、それは、また自分にとっても非常にいい時間というふうに思っています。当初今年暮れにレコーディングをして来年新譜を引っ提げて各地ツアーに回ろうというふうに思ってましたが、この状況なので全てが今先送りとなっています。ですが日々曲作りをやってますのでね、ぜひ新曲今後期待しててください。そして私のレコーディングツアーメンバーにも電話やメールでやり取りをしてますが、みんなまあライブ活動がね止まってたり、かなり残念な日々が続いているようですが、みんな元気にしてます。次回ねまたみんなと一緒に皆さんの前でライブができる日を楽しみにしてます。では今日はライブ DVD からエンドレスロードを聞いてください。エンドレスロード。
きてたつもりだった今の今まで、まるで予期せぬ出来事に時は止まる。やっと掴んだつもりだった永遠のパラダイス、運命のいたずらってやつが全てを奪う。荒れ狂う嵐に声もなくしてゆく。歩いて行こう、この果てしなき道を。歩いて行こう、曲がりくねた Endless Road、 Endless Road。 君の心の機微をいつか俺は見落とし、何気ない言葉一つが傷をつけて、知らず知らずのうちに二人気持ち離れて、気づいた時には闇路に佇み嘆く。込み上げるメモリーズ、面影と残りが、を愛してゆこう。俺の最後の天使よ、愛してゆこう、探し求めてく Endless Love、 Endless Love。ロードマップはすでに汚れ、汗に破れて、夜空の星だけを頼りに未来を目指す。情け容赦なく吹きすさぶ現実、笑ってゆこう、あのメロディー口ずさみ、笑ってゆこう、カオスを生き抜く Endless LifeEndless life.
歩いて行こう。新たなる夢へ Endless Road Endless